はいどうも、全力で共有中はビーモリです。ということでやってきました、仙台。このお盆休み真っ只中、新幹線激混み、ホテル取れない、この最中仙台にやってきた。この理由というのは、仙台でオフ会です。結構ね、言われたイーモレル生誕祭と言われた仙台オフ会で、生誕しないあのオフ会をやろうと思います。はい、ありがたいことに今日ね、お店満席ということで、またあるので、仙台でね、あの僕を待ってくださってるファンがいっぱいいらっしゃるということで、果たして皆さんどこのファンなんでしょうか。おう、新カレー。おお、ちょっといきなり楽天色強いよ。楽天色強いよ、いきなり。ちょあ、よろしくお願いします。ビーモレルです。いやー素敵な、あー、すごいサインもいっぱい、いろんな方が来るんで、あー、おしゃれだな。フレディ、いや、こんなところでやらせていただいてもらって、それではね、本当に光栄なんですけども、こちらのお店にいっぱい、ね、サイン並んでますけども、ビーモレルも置かせていただけるということで、こちら真ん中にね、デカデカと見とき、俺のサインや、これが。やばれ。ということで、もう間もなくイベントが始まるということですけども、こちらの方で待機しております。いや、もう多分お客さんはね、もうこれ中にいると思うんですけど、さあ果たしてね、どういう雰囲気なんでしょうか。すごい楽しみですけど、緊張しますね。しかも自家製やん、公式じゃなくて島内タオル、なんか島内になった気分や、島内になった気分やね。いや、でもバファローズもありますよ。ちょっとユニフォーム、ユニフォームヤクルト、ユニフォームヤクルトや。おわーにおわーに、ここでしまっち。おい、カズキ、田中カズキ、カズキ、田中カズキ、ゴーゴーカズキ、ゴーゴーカズキ、おい、バー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 マイクブラッソー、おー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 、よせーよー、食べんなもん。おい、カットマス、カットマス、ケールバーシェイ、カットマス、カットマス、ケールバーシェイ、カット、おい、ベニつけろ、熱い無限の可能性、ゴリゴヤ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 ゴー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 ゴこれ。ということで、本日仙台でオフ会ね、開きましたが、見ての通り、もう8割方楽天ファンですね。はい、占拠され5対0楽天勝利、もうどんちゃん騒ぎ、完全アウェー。あの、俺のオフ会やぞ。サークルチェンジもなんかたまになんかそういう雰囲気あるけど、なんか俺のわーっつって盛り上がるんじゃないか。
俺差し置いてみんなわーって盛り上がっとるやん。呼んでいただいたあの仙台のアリサさんです。はい、はじめまして、菅原アリサと申します。告知のね動画をよく上げてくださったと思うんですけど、そのコメント見たらなんかこうアリサちゃんの評価がすごい高くて、おいすごい、はい、嬉しくて嬉しくて、 ありがとうございますって言いたくて、今日はもう仙台に来ていただいてありがとうございます。こちらこそお呼びいただいてありがとうございました。Eモデルで楽しませていただきました。Eモデルじゃないんですけど、幸いまだペナントレースがそこまで切羽詰まってなかったからまだね温かい眼差し見れますけども、楽しんでもらえてよかったですけど、まあまあここから負けが込んでくるのは許されないですからね、はい。まあ、3連敗とかほんまにダメなんで、なんとかねこの楽天のカード明日僕現地行くんで、はい、そこはなんとか買ってもらって悪い流れは断ち切りましょう、はい。ということで仙台オフ会来ていただきましてありがとうございました。まあ試合はね、まあ、こんな感じですけど皆さんにね楽しんでもらえれば、はい、よかったです、はい。あ、ちなみに島内は今日試合に出ませんでした。ここで島内がいないやろ。